のニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。アイドルグループ HKT48 の指原莉乃さんが22日都内で写真集スキャンダル中毒の発売記念イベントに出席しました。実はこの写真集、アイドルらしからぬセクシーショットが満載。当然記者からもツッコミが入ります。綺麗なエロ本現役アイドルとしてどうなんですか、ここまでやっちゃうって。ね、もうこんなに感じの写真集出さないと思うので、ね、いい記念かなと。脱ぎ納めですかね。脱ぎたいとか言って綺麗なエロ本、ファンの方は要チェックです。女優の広瀬すずさん、俳優の中川大志さん、松岡晃大さんが23日都内で行われたシーブリーズ2016年新 CM 発表会に出席。新 CM では中川さんと松岡さんとの三角関係に揺れる女子高生を演じた広瀬さんですが、私と大志くんの時は晃大くんが一番最後見ちゃうじゃないですか。私と晃大くんの時は最後に大志くんが見るじゃないですか。もうやーって人生最大のモテ期かもしれない。広瀬さんも演じながらキュンキュンされてたんですね。新 CM は24日よりオンエア開始です。芸能事務所オスカープロモーションが23日、10年ぶりに女優宣言お披露目記者発表会を開催しました。女優の米倉涼子さんが見守る中、松尾ゆきみさん、田中美智子さん、和田あかりさん、中川千佳さんの4名がモデルから女優への転身を宣言しました。皆さん緊張の面持ちの中、女優としての目標を語ってくれましたよ。レオナルド・ディカプリオさんが昔から大好きなので、ぜひ一度共演をさせていただきたいなと思ってますと大きな夢を語ってくれたのは田中美智子さん。いつかそんな日が来るといいですね。続いてはそんなレオ様の話題。俳優のレオナルド・ディカプリオさんが23日映画レベナント蘇りし者の来日記者会見に出席しました。レオ様といえば先日5度目のノミネートにして悲願の第88回アカデミー賞主演男優賞を受賞したことでも話題。家族はどこにあるんでしょうか。 It's in my house in my living room. All of my friends have been curious to see it. And it feels good to have it there. いやー、さすがのレオ様でもオスカー像の話になると見分けが止まりませんね。女優の二階堂ふみさんと俳優の山崎賢人さんが22日映画狼少女と黒王子の点灯イベントに出席しました。二階堂さんと山崎さんは2010年放送のドラマ以来6年ぶりの共演とのこと。大人になったよねって言って結構いろいろ話せました。ふみちゃん昔から自分を持ってるというか、かっこいいですよ。また一部週刊誌で俳優の菅田将暉さんとの交際が報じられた二階堂さん、イベント終了間際に報道陣から質問されるも笑顔で無言を貫いていました。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。